おはようございます。はい、おはようございます。ありがとうございます。今日はですね、こういうね、街並み、こんな感じなんですけどもね、街並みがちょっといいなと。今出張中でですね、どこに来てるかは分かります？なんてね、ちょっと帰ってみますね。時間がないんですけどね。あ、いい街だな。あ、こんな風になってんだ、道路ね。細かいことは考えません。細かいことを考えるとですね、もう書けなくなってしまうんです。こんなね、風景はね、見えますかね。でね、まあ大事なことは、私はですね、この街はね、どんな人が住んでるんだろうなとかですね、昨日歩いたところ、歩いた道で見た風景、よかったな、とかね。お、子供がいる。おはよう。気をつけていくんだよ。あ、交通整理、交通じゃないね。見守りのおじさんなんだよね、いましたね。まあ、どこの町にもいますね。で、信号なんかも、電線なんかも、わー、書いてあったね。いや、これね、もう本当にね、絵を描くということはね、見てると本当、車が行ったとかね、こんなところに、なんだろう、これ、こんなところにこういうものがあるんだとかね、本当にね、気づくわけですね。電線なんて、電柱なんてね、面白いんですよ。ね、ちょっと今日は時間がないな、もうご飯食べに行かなきゃいけないからなんつってね、そういう時には、もう大体です。大体です。この街並み。大体。雰囲気ですね。この街の雰囲気、自分なりに感じている、この、例えば旅行先とか出張先とかね、自分なりに感じているこの街の雰囲気、これを思いながらですね、書くと。やっぱり思いですから、思いが入りますからね。ビルのですね、ビルとか町、お家のですね、窓あるじゃないですか。窓をですね、書くときに、まず一つ書くときに出ますね。あ、ここに、どんな人が住んでるのかな。おじいちゃんかな、おばあちゃんかな。いや、若い夫婦かな、とかね。子供はいるんだろうか。ここでみんなでご飯食べたりとか、まあ、いろいろ吸ったもんでやって、みんな、生きてるんだなぁとかですね、いろいろ想像するとですね、この窓一つ書くときにも、こういうね、気持ちが入るわけですよ。窓一つ書くときにですよ。そうすると、その窓枠を、四角い窓枠をキュッ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 と書くときにでも思いが入る。思いが入るとですね、その窓一つ、四角一つの線がですね、変わってきます。変わってくるんですよ。そして、ああ、ここにも人が住んでいる。いってらっしゃい。とかね。ああ、おはようございます。気をつけてね。無意識にですね、ポッとそういう言葉が出てしまっている。絵を描いているときに。あ、俺はなんか今、なんか言ったな、俺今。なんだ？っていうぐらい気づかないぐらいですね。そういう言葉が、こう、口からポン、出ている自分に、ね、気づくわけですよ。あ、そうかと。ここにも働いている人がいて。大変だな、いつもな、こんなとこでね。いろんな、こう、人の営みがですね、見えてきたり、なんかして、見えてきたり、見えてこなかったりとかですね。見えてこなくてもいいんですよ、別にね。想像するということですよね。そうすると、気持ちが入ってですね、その人の考えてることが、まあ、線によって出るんですね。そういう絵を
誰かが見た時に何か感じるものがあるんじゃないでしょうかね。で、できればいいなとかね、安心するなとか、そんな風に私の絵を見て思ってくれる人がいたならばですよ、嬉しいことだなぁと思っております。で、このこういう風に絵を描くことによって出張先の街がですね、また違ったこう思いで見れるわけでして、その街のことがですね、より何て言うんですかね、今に意識がいくと言いますか、書かなかったらね、まあ、大して見てないものをですね、書くことによってすごく見るので、この文字結構こういうところがあるのとかね、この文字結構なんかこういうふうな道の作りが多いなとかね、例えばですよ、そんな風に思ったりして、まあ、普段ポケット見てるのとは違った感覚がですね、出てくるんじゃないでしょうか。ちょっとちゃんと見えてるのかな、これ。ね、まあ、こういう感じでね、出張先でも私は書いておりますよ。光栄になりました。